ちょっとバランス悪いですね。もうちょっと大きな器だと、こう真ん中の。で、まず紙コップにハサミを入れます。底面のところだけを切り抜いてしまいますね。何回も実験やった時にね、あの紙コップの内側ってあの撥水性があるので、何回もこう実験やった時にブニョブニョにならなくて済むということで、紙コップがいいかなという意味で使ってます。あとこう底面のところのこの2箇所ですね、パッチン、あと反対側ですね、パッチンして、ヘリの部分をちょっとハサミを入れて、こうビローンと、あ、ちょっとハサミ入りすぎちゃった、このヘリのとこがこのビローンっていう感じでね、2箇所ですね、ヘリの分をこうビローンってこうハサミを入れてこう出しておくと、ね、あとは水に浮かべるんですけど、このビローンと出したところに洗剤をちょこんとこうつける感じですね。こうちょっとこう、こうですね。反対側も同じ場所にこうちょこんと、ちょっとこう塗りたくるって感じですかね、はい、ではあとは水に浮かべるだけです。ちょっとバランス悪いですね。もうちょっと大きな器だとこう真ん中の方で勢いよくくるくる回ると思うんですけど、ちょっと器がね、白で、紙コップが白でちょっと目立たないんですけど、まあ、いずれあの洗剤が、石鹸の分子がですね、水面にこう行き渡ってしまうと止まってしまうんですけども、これはもう他の、 あの表面張力のですね、実験でも、大体同じような感じなんですけどもね、まあ、ちょっと回転の方を重視した教材を紹介しました。